今ゲームが始まりました。最初にボールを持ったのは左から右に攻めていきます山形ワイバンズです。ショットクロック14秒から越谷ボール再開です。小寺、松山、中にハーパー入ってくる。この位置でフリーだった LJ ピーク、スリー決まる。今日最初のスリーポイントは LJ ピーク。さあここは早い攻めに移っていくか。松山が走る、松山が走る。左サイドには星川がいます。第1クォーター2分30秒経過というところ、入れてきてゴール下しっかり渡りました。まずはショットを正確に決めたいところ。ここも距離が足りませんでした。スリーポイント、昨日よりもスピード感のある攻め。 LJ ピークにそのまま渡って、そしてバスケットカウントだ。フィンケがスクリーンに入る。そのフィンケピックアンドロールからスリー、ディープスリー決まりました。第1クォーター残り1分10秒ほど。村上、ファールがありました。バスケットカウントです。受けているのは村上、そしてゴール下にマイケル・フィンケが入っていきます。外に出して距離はある阿部隆生、井上とのマッチアップ、自ら行きました。さあここは一旦下げてホリフィールド2です。岡島、ゴール下から逆サイドに高橋が行きます。ジェームスペル、トップの位置にフィンケ、2秒から決めていきました。左2枚います。距離がある、決まりました。ジェームスベル、ここをしっかりと決めていきました。第3クォーター折り返しです。山形がじわりじわりと中に入ってくる。星川守る、星川守る、それをかいくぐって、ここで負けないのがジェームスベル。長谷川、バッツ、ディープスリー、さあ来た長谷川のスリーだ。ここは岡島、さあもう一度バッツから LJ ピーク、フィードウェイ、リバウンド、ゴール下、おっとバスケットカウントになった。有効に、そしてかつ効率的に攻めたいところ。ジャスティン・ハーパー、長谷川逆サイドに回ります。自らバンクショット、一瞬の隙を突きました。星川は逆サイドへ、ハーパー前を向く、決まります。大きなポイント。このフィールドゴール、それからスリーポイントというスタッツには現れない部分も含めて、まあ、中でも一方ではリバウンドの差が、サスリを狙っていきます。山形の意地、プレーオフに向けて、そしてその先に向けて、反省材料を生かした今日のゲームとも言えたかもしれません。